フリーエージェント権の取得には現在最低でも9年間は日本でプレーしなければなりませんそこで9年を待たなくてもメジャー挑戦をできるようにしたのがポスティングですこれまでは最も高い金額で入札した球団だけが選手との交渉権を獲得移籍が実現すれば入札額は日本の球団にわたっていました しかしメジャー側にとっては入札で金額が高騰するため資金が潤沢なチームが有利という不満もありましたそのため新しい制度では入札額の上限をおよそ20億円と決めて最も高い金額を提示した球団全てと交渉できるようにしたんです